謎ですね、これ。よし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 、来た。おお、吹っ飛んだ。あれ？何あれ？棒が立ってる。ここ、ボートがいつも浮いてる場所でしたけど。ああ、何これ？あ、ボートはあるけど、これ原住民がおそらく置いたものなんでしょうね。ああ、上に乗っかるやつだ。あそこで見張りとかするのかな。ああ、そういったものも作るようになったんだね、向こうも。なんかこう、あれだよね、文化レベルが上がってるよね、向こうのね。ここは相変わらず、ロープのみか。これ登れるんでしょうか、これ。上になんかアイテムとかあるのかな。久しくフレアガンっていうのも手に入れてませんからね。あ、登れますわ。これ登れちゃうわ。どれ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 。あれ？あの左に洞窟ないですか、あれ。あー、いけるね。こんなところもあるんですね。あー、なんか釣りとかやりたいよね、こういうのでね。え、これ降りるときどうすんの？あ、こっからも行ってもいいですけど、おそらく飛び降りても下水なんで大丈夫だと思いますけどね。で、そこの左のところの、こちらにね、洞窟っぽいのが見えましたけども、ちょっと拝見してみましょうか。あー、これただの壁ですね。さあ、洞窟の中にまたしても暴言行こうじゃないか。やったろうじゃないか、やったろうじゃないか。画面の前の皆様、こんにちは。ベルクラでございます。あったかいね、鹿の皮をかぶって、寒い洞窟の世界へ行こうじゃないか。お、明るい。こんぐらいの明るさだと助かるな。いつもこんぐらいの明るさだとね。さあ、ここから暗くなってくぞ。息子の手がかりは果たして見つかるのでしょうか。弓矢でね、火をつけたね、状態で敵に当たればね、結構有効的だというのをね、コメントでいただいたんでね、それ主体で戦っていきたいと思います。ただね、あの変異体に関してはちょっと厳しいと思うんだよね。あれ、ぶつかっていくのはね、体と体でぶつかっていくのはちょっと厳しいよね。あれはね、新一がね、右にね、捨てて挑むようなもんなんでね、無理だと思います。この先かね、あの変異体がまずいなければいいんだよ。普通のやつだったらその弓のやつでいけるんだよね。あ、びっくりした。なんか卵かと思いました。なんか滑らかな。ああ、ちょっとこかこか。あ、急にライター消えるの怖いから、ほんとやめて。何がいるかわかんないからさ。あー、怖い。なんかアップデートでさらに怖くなっちゃったんだよな、これ。やだなー、もうやめたいなやめたいなーこれ。ちなみに前回のため撮りなので、コメントなどは反映されていません。俺結構下に潜ってってるけど、これ大丈夫かな。なんか洞窟ってだんだん深くなっていってますよね、アップデート後に。え、これ何これ。ちょ待って。これ何。え、真っ暗すぎないかい。あー、これ水だ。あ、いける、いけるね。こっち側とこっち側の世界で切れてますが、一応行けますね。昔はこれ、ここから水扱いになって、苦しいって、息がっていう感じだったんですが、こちら側書いてみましょう。やべえ、めちゃめちゃ怖え。大きく開けた方から行きましょうかね。ちょっと待って、いきなり水に入っ、
ちょっと待って、ちょっと待って。水にとらわれた、水に急に。これだから洞窟怖いんだって。あのね、水死パないんですけど、これ。水死の勢い半端ないんですけども。マジか。いやー、そんなわけでね、わりかし直前でセーブしていたのでこの辺で生まれることができました。しかしあの洞窟あそこから行くとちょっと水辺が危険だということで、こちらをぐるーっと回ってこの外周を様子見ながら、亀の甲羅を持ち帰りたいところですね。あ、一回寝た方がいいな。これ寝てきます。寝てきました。いやー、今回ね、なんかこう敵が邪魔したりしないんで助かりますね、寝るときにね。もう至るとこから敵湧いてきてて、なかなか寝れないっていうのが多かったんですけども前はね。今回はちゃんと反映されてますね。さあ、この外周をちょっと確認しながら、洞窟などあるかちょっと見ていきましょうか。ここは大丈夫だな。これ絶対この穴の中どこかから確認できるんじゃないかな。下からこう見上げることできるんじゃないかなと思うんですよね、この近くの穴とかからね、洞窟からね。いや、この辺なんかやっぱ変わってるな。だいぶ変わってるね。あ、アライグマも肉になるんですが、鹿肉と一緒なので肉が取れないという事態が起きます。ちょっと組んどきましょう。ちょっと前回のまんまね、行くと前回ね、ちょっとこう、セーブデータなくなったんで一回組み直さないとねいけません。あー、水飲まないとな。これ煮沸しましょうかね、ギリギリになったら。あ、水飲んじゃった。腹下す。あ、でも言うほどダメージ食らないから、実際生水でも結構いいよね、これ。生水でもいいじゃないか、これ。大穴からこっちに行くと、湖に出るということみたいですね。海辺まで到着しましたね。こっち側に行くと多分コンテナとかが落ちてたところになって、こちら側に行くと洞窟のある、ビーチに出るはずなんですよね。こっからコンテナは見えないから、ちょっとあれかな、もう少し近寄らないと表示されないかもしれない。ゆっくり飛んでるね、あなた。ゆっくり飛んでる、ゆっくり。うお、避けてくね、避けてくね。かなりの量ここで、羽をゲットできるみたいですね。カモメの残殺自体が半端ないですわ、ここ。とんでもない量殺したな。もう来なくなったかな。この死を食い殺してしまったか。かもしれませんな。まあ、これがあるとね、木を切るのとかがね、楽になるんでね。例えばこちらに、こういうふうに、強化金をつけとけばね。まあ、5倍ほどつけとけば大丈夫でしょう。まあ、振りが速くなるんでね。で、ロードし直すと結構その設定が解除されてたりするんで、まあつけすぎない程度に温存しといた方がいいかなと思いますね、羽の方をね。あ、酸素ボンベ来た。やっと酸素ボンベ。あれ、あ、なんか入っ、え、今水筒みたいなの手に入りませんでした？今水筒手に入りましたよね。あれ、あれなかった今。あ、バッテリーか、もしかしてこの水、潜水服のバッテリーというか酸素ですね。なるほどなるほど。 あと薬、これをこれ作っとくと、いいでしょうね。これね、便利なんだよね、かなり。結構回復するんでね、薬がない時にすごく重宝しますね。ああ、よかった。これでね、すごい視界もね、見やすくなるんだよね、これのあるおかげで。あ、ちなみにマルチでもサメが出るようになるらしいですね。
もともとサメはやっぱ出なかったんですが、出なかったみたいですね。昔はこれにね弓打ってブル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 って震えてたんですけどもね、もう無理だろう、ね、昔はこれね刺さってねすごい荒ぶってたんですよね。懐かしいですよね。それを知ってる人いるかな。この辺めちゃめちゃ打ち上げられてるけどめっちゃリアルだね。なんかあ、この辺変わってますね、地形が。これははっきりとわかります。この辺には、いつも斧が置いてあって岩場がいっぱいあったんですよね。それがもうなくなってますね、完璧に。でこれがここにトランクが置ける、置かれて、昔も置かれてたんですけど、ちょうどここに、新しい石斧みたいな、石斧というか斧がねあったはずなんですが、もうなくなってますね。細かい変わり方してるね。よしよし。あこれ叫びか。おっと久しぶり、来た。第一ブラビド発見しました。ここにテントがあるな。よしよし、巻いたようだ。あのねあそこの船にね生きた。元気ね、あの人元気。あこの高さも結構厳しいのか。意外に足腰弱いからね、もっとスクワットしなきゃ。私も最近スクワットしておりますよ。よいしょ。こちらがこうなって、あ死体回収しておきましょう。ヘッドモブをね作ろうかなと思ってます。これを使って、この頭とこの爆弾でヘッドモブと、これヘッドモブって何になるんでしょうね。人を吸い寄せるのかな、吸い付けるのかな、もしかして。一応手とかもらっておきましょう。よし、船のとこまで来ました。まあこれいくら潜ってもね酸素大丈夫なんでねあ、まあ酸素が続く限りですけどね。酸素ば、サメいるわ。左側にいないならいいんで、右側でね、気持ちよく泳いでなさいよあなたたちはね、海の最強の捕食者と言っても過言ではないですからね、サメは。しかしサメを上回るね、捕食者と言ったらやはりシャチでしょう。ここ入れないのか。よしよし、 OKOK 入れた。あ、新しい斧こんなとこあった。頭蓋骨で、あ、もう頭蓋骨取れないか。で、こちらが、あ、テープ。あとはカセットリコーダーとかが欲しいとこですね。カセットリコーダーはないかな。レコーダーじゃない。カセットテープ。ああ、プレイヤーだ。手に入れてたみたいです。さあ、肉声が聞けるか？どれ？さあ、来い。息子の肉声。いつまでもこのなんか70年代な感じのノリノリのねやつがね多いですからね。ちょっと待って、いいよいいよいいよ。よし、水をまず煮沸してって、私が燃えたら意味がないんだよまず水を煮沸して洞窟に行く準備をしましょう。あ、でもこれ飲んじゃうんだっけな。まあちょうど喉が渇いてたからいいか。ちょっと待って、ね、何これ。消えた。崖から落ちたかな。やっぱよしよしよし。あー、よかった、叩いた衝撃であいつ燃えよったわ。あー、よかった。
これね、これでババ近づけばいいということなんですよね。こんにちは。これいいな。これめっちゃ強いな。これでいいじゃないか。あー、これ最強ですわ。よかったよかった。いや本当にこれ便利そう。よし、洞窟に行こう。そう、行く前にね、一つだけね、ちょっと確認していきましょう。コメントでも言われてたんですが、あの穴に椅子を作ってそこで座ることができないのかと。それちょっとやっていきましょうよ。あとこのね、大きな木にはね、家は作れません。あれ、何あの水色。あ、トランクがある。大きな 木にはね、無理なんですね。ちょっとね、苗も昔もちょっと試したんですが無理でしたね。あ、この辺なんかトランクポイントになってるね。よし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 。ちょっと高すぎたね。やっぱ普通の人間なんであのぐらい高さやばいからね。薬飲んどきましょうか。あ、これでね、そういえばペンキ作ったんですよ。ペンキの方をね、この色とこの色を作ったんで、アイテムが多分作れると思いますね。よし、だいぶ回復するもんね、これでいいでしょう。うん、来たねこれね。よし、ちょっと椅子作ってみましょうか。早速これ切ってね。よし、椅子ね、椅子ね。いやー、これ離れた場所からも椅子に座れるから、多分それを生かしての、技でしょうね。あ、ほら、こういう感じね。ギリギリまでやって、あそこあるでしょ。これここに作っていきましょうか。言えるかな、あれちょっと遠すぎたかな。あ、いける、ギリギリいける、ギリギリいける、日本いける。これ楽しみ、これ楽しみ。よしよし。あれ、この線何、この線なんだ、左に見えるあの、これ何、罠、ロープかなんかがありますね。これは一体何でしょうか。これなんだ、拾えもしないね、謎ですねこれ。よし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 、来た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 。おお、吹っ飛んだ。あのね、こう吹っ飛んだね。どこ行ったんだろうね、あれ。あ、この池に入ったかな。ちょっとあのいや、これがねフォレストの醍醐味の一つでしょうね。まあ、この日本でいいでしょう。もう諦めましょう。よし、ギリギリまで行け。よし、行ける行ける。もう一個、よし、来た。え、あ、座ったよ。あ、でも入れてますね。あ、これさらに何個か作って、あの段階的に、あ、降りてく、段階的に降りてくってありなんじゃないかな。さらにこの下に作って、これいいぞ、これいいぞ。いやー、なんていうかね、あの弓もね、こう火をつけたまま体当たりするっていうのをね、教えていただいてありがとうございます。あれでも洞窟は攻略完璧だと思いますね。あれはもう負けなしでしょう。変異体は多分無理だけどね。もう今回爆発しませんでしたね。あ、大丈夫かな、穴落ちないかな、あれどうなるんだろう。止まるよね。あー、やっぱ止まるね。あ、よかったよかった。よしよしよし、これ何個かね作って、この先か、これ一回ここに座って、一回座ってですね、持ちながら座れないっけ、座って持ちながら座れない、ちょっと待って、
うまくここにね座ってね、あら座って、わかったわかった、一回ここに落とします、ここに一旦落としてね、これをこれを一旦落としてふっと、まあ、これ座るでしょ、でこれを取るでしょ、からのからの建築ね、こう座って、そう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 、で建築、そこにさらに座っていくと、こういった流れであの下の方にあの作っていけばいいんじゃないでしょうか。 OKOKOK、 これいけるかもしれない。あと2本、あと2本 OK、 持っていきましょう、持っていこうじゃないか、よしよしよし、どっちかに座れないんだよね、よしで、あれに飛び移ってあそこに、お、よしよしよし、あ、いけた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 皆さんいけました、いけましたいけました、よし、降りれてる降りれてる、ということはですね、この辺にはもう作ってね、あれあれ、よし座った、よし、この技よ、壁にね座っていく、このね、あ、足を、足場を作りながら行くっていうね、これが完璧になるね。お、ここでな、この息子がね、この穴の下に待ってるかもしれませんからね、それをね解明するのが私の仕事でもありますよ。なんだこれは。あそこに洞窟見えるな、あっちからこう来てこの穴に当たるのかもしれませんね。というかもう完全にね、完全に横移動しかできなくなってるけども、これどこかでね、こうスッといけないかな、スッと降りれていけないかな、あ、いけてますね、降りれていけてますね、いけてるいけてる、これ下まで降りれるかもしれません、ほら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 、よし、穴に降りてみたというね、これ動画になれるね、これ OKこれじゃいけないな、しゃがんでいこう、しゃがんでいこう、ここから脱出できなくなりました。ご視聴の方ありがとうございました。ここにはねスズメもねいますしね、自然豊かな場所ではあります。私のね穴蔵生活、これからもね進んでいくかもしれません。あそこになんか石があるけどもね、うん、そんだけ。次回もどうぞよろしくお願いいたします。次回はね、洞窟の中行きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ベルクラでございました。チャンネル登録は、PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。